キンプリヒラの死に最後の冠番組で送る感動のメッセージ。キングプリンスへの冠番組、キングプリンスル。が5月20日に放送された2時間 SP をもって最終回を迎えました。 この特別な回では、平野志洋、神宮寺裕太、岸裕太の3人がグループからの脱退を控え、新潟県での一泊二日の旅を通して感動的なメッセージを送りました。特に、花火大会でのメンバーカラーの花火や個々のメッセージがファンを感動させました。本記事では、この特別な冠番組最終回のエピソードとメンバーたちのメッセージに焦点を当てて、 その魅力や感動の瞬間を詳しく掘り下げていきます。冠番組最終回の概要5月20日に放送されたキングプリンスへの冠番組、キングプリンスルは初のゴールデンスペシャルかつ番組の最終回として注目を集めました。この日、平野志耀、神宮寺勇太、岸裕太の3人がグループから脱退することが発表され、 後半では、金プリの夢を叶える最後の5人旅、と大し、新潟県への1泊2日の旅が放送されました。旅の内容は、多岐にわたり、大自然のサウナや水上相撲、レア食材を使ったオリジナルピザ作りなど、メンバーが普段の活動では経験できないようなアクティビティに挑戦しました。 そして、最後にはメンバーだけで花火大会を行うことが計画されていました。しかし、興味深いことに、花火大会の演出にはメンバーたち自身が関与していたことが判明しました。平野耀と神宮寺雄太が2週間前に花火会社を訪れ、上空で300メートル広がる巨大花火や、王冠、ル、の形を描いた花火を仕込んでいたのです。 これによって、花火大会は通常のものとは一線を画す特別なものとなりました。メンバーカラーの花火玉に込められた思い花火大会の前には、メンバーカラーの花火玉が登場し、各メンバーが直接でその花火に込めた思いを明かしました。神宮寺雄太は、綺麗なご色になりますように、と願い、その意図を、これはもうシンプルに綺麗なご色になってほしいっていうのと、 色褪せないなと思って、ずっと、それを夜空に見て、記憶に残したい、と語りました。平野市用のメッセージは特に感動的で、5人の関係は花火のよう散りません、との言葉を残しました。どんなにすごい花火でも一瞬で終わるけど思い出せるよね、でと説明しみんなで最高な人生に、すると高橋山も記していました。 一方、長瀬角のメッセージは、忘れな。メンバーたちは一瞬驚き、いろんな意味を込めすぎて、この光景を忘れたくないから、忘れない、って書こうと思ったんだけど、ちょっと照れがあるというか、なで止めるおしゃれです、と主張しました。岸優ユタは長瀬の謎めいたメッセージを上回る、と驚き、お披露し、メンバーたちを驚かせました。聞いて、 とにかく皆さんにとどろいてほしい。驚くどころじゃない、とどろいてほしい。そしてとどろきたい。驚くを超えてとどろきたい。と必死にアピールしました。花火大会の感動の瞬間、そして花火大会本番では、平野市洋と神宮寺勇太たが仕込んだ大玉の花火が無事花開き、王冠とるの花火も角度によってはきちんと形が見えました。この瞬間、 高橋山は、これ見れて、生きててよかった、と感動を口にしました。岸優太も、正直、涙が、ちょちょぎれそうになった、と明かしつつ、命かけて一生忘れない、墓場まで持って帰ります、と独特のワードで心情を語りました。この感動的な瞬間には、ネット上のファンからも、たくさんの感謝の声が寄せられました。 ファンも一生忘れない彼らがずっと仲良しでいられますようにキンプリとティアラの関係もそう簡単に花火のように散りません今まで本当にありがとうなどファンのコメントが SNS 上で広がりました番組最終回の意味この冠番組最終回は平野志耀、神宮寺勇太、志岸太の3人がグループを脱退するという重大なターニングポイントを含んでいました 彼らがグループを去る理由については具体的には触れられていませんが、冠番組最終回を通してメンバーたちが互いに思いを伝え、感謝の気持ちを表現したことは確かです。番組内でのメンバーたちのメッセージや花火大会での感動的な瞬間は、金プリのファンだけでなく、多くの視聴者にとっても心に残るものとなりました。 彼らの絆や友情が花火のように一瞬で散ることはなく、その輝きが今後も続いていくことを願う声が広がっています。キングプリンスへの冠番組最終回では、平野志洋、神宮寺ゆ太、た、岸ゆうの3人がグループを脱退するという重大な局面が迎えられました。しかし、 彼らは最後の5人旅を通じて感動的な瞬間を生み出し、特に花火大会でのメッセージや演出は多くのファンに感動と共感を与えました。冠番組最終回を通して、金プリのメンバーたちはファンに向けて忘れない思いを込め、その深い絆を見せつけました。今後の彼らの活動に期待が高まる中、 この特別なエピソードはファンたちにとって一生忘れられないものとなりました。